お疲れちゃんです。RADですね。今回はですね、最近だんだんと有名になってきているですね、こちらの、外役デッキをですね、また紹介したいなと思います。でこれなんですけど、前にもちょい紹介したんですけど、最近これが今流行ってるというか、めちゃくちゃ流行ってきてて、このデッキはやっぱ使いたい方もいらっしゃると思うんで、そのこちらのデッキのですね、詳しい説明をしたいなと思います。で本当にこれ最近めっちゃ来てますね。多分 TV とかにもちょくちょく載ってたと思うんですけど、これですねとか他にもやっぱ何本か載ってたと思うんで、結構今流行ってて、でマルチずっとそれ使っててですね、ぼちぼち勝てるんですけど、やっぱぼちぼち負けちゃうんですけど、リプレイが残ってるのは少ないんです。これそうで、このデッキって何に強いっていうのが、まずスケラーに強いのと、スケラーにはマジでまず負けないですと、まず負けないってなんだろうな、スケラーとあとディガポイとクロスボウのこの3つには、絶対って言っていいくらい負けないんですけど、他との対戦は結構意外としんどいんですよね。でこの相手はですね、ジャイディガーですね。ジャイハンターディガーのハンターの枠をウィザードにしている相手なんですけど、ウィザードだったから勝てたっていうのはあるんですけど、基本的になんだろうな、どのデッキ相手にもしんどいですね。このデッキって意外となんかめちゃくちゃ強いイメージあるじゃないですか、このデッキ何にも負けないのみたいな思われるかもしれないんですけど、普通に枯渇とかにももう相手がもう何ていうんですかね、もう先にこのデッキってバレたらもうなんかロケット削りされて結構勝てないですね。枯渇に対してもう完全勝ちやみたいな思われるかもしれないですけど、意外とそんなこともなくてですね、あとはなんだろう、ジャイ三重視とかも結構しんどいです。五分五分ぐらいじゃないですかね、僕的になんですけど、もう余裕があればもうどんどんスペルで削っていく形ですね。であとはテスラがすごい防衛力高いんで、テスラでどうにか頑張るようにですね、でもうできるだけ早いうちにキング起動して、でもこっからは防衛がちょっと楽になりますね。でウッドとかも基本タワーダメージとして使っていきたいですね。でちょっと2倍にしますか。でここ後ろから風作るんですけど、なんか守れるかなみたいな思っても、ここの削りロケットですね、ちょっと良くないかもしれないんですけど、言うて守れます。そのやっぱタワーがキング起動してるのもありますし、なんだろう、相手のデッキがジャイなんですけど、ジャイプリプリじゃないので、ジャイプリプリだと結構陸系がやっぱバルキリーしかいないんで、すごいしんどいのあるんですけど、プリプリじゃないジャイには、なんとかギリギリですけどね。で頑張って防衛して、ここはもう縦線しかいないと分かってたので、しっかりディガーポイズンで防衛されますけど、ここもなんとかテスラが優秀ですね。あとはもう出して、あとはもうディガーロケットですね。よいしょっていうね、めちゃくちゃギリギリなんですけどね、本当にもうまずこのデッキを使う場合はもう本当にスケラとディガポイと、あと迫撃にも強いか、最近の迫撃枯渇にもで、それ以外にはもうどれももう全部ギリギリの試合になりますね。でこれは、枯渇相手なんですけど、枯渇相手もマジで初っ端からデッキバレすると、普通に勝てないです。勝てないんで大事なのはですね、本当にもうプリンセス削りですね。端前プリンを読むぐらいですね。でこれは2発打っちゃうんですけど、これが痛いですね。これを全部止めていければ枯渇にはなんとか勝てるかなと思いますね。端前プリンだけですね、そこさえ注意すれば枯渇にはなんとか勝てるのと、あとバルキリーがいるときにディガーは飛ばさないことですよね。でなんでバルキリーを割いた後にディガー飛ばしてポイズンだったりで、ここのプリンとか美味しいですね。でここテスラで防衛しようとしたんですけど、相手のテスラのタイミングかぶってしまって防衛されるんですけど、まあまあまあアイスイズでなんとか。でここはトルネで下吸って、でこのプリンが痛いですね。でこのダメージさえ今なくしてれば、今2発と2発で今400、800ぐらい端前プリンだけで削られてるんで、本当に端前プリンさえどうにか警戒したいですね。で場になんかアイスイズかバルキリーを連れに出すか、端前に読みテスラを置くような感じで戦うしかないですね。でここはもうロケット打って、相手もロケット打って11交換で、このバルキリーが刺さってラッキーですね。あとこの端前プリンをあとはしっかり警戒して、このテスラとかも端前に置いちゃっていいかなと思いますね。あとはまあディガーポイントもこうなったらしっかりディガーポイントロケット削りで、で余裕に見えるんですけどそんなこともないんですよね。これがこの相手のバルキリーギャン、これがタイミングうまいですね。でダメージ結構受けて、でトルネで吸うんですけど、ここのバルキリーからのここのプリンセスですね、これがうまいなんですけど、これでまあなんとか本当にまあギリギリなんですけど、なんで枯渇に対してはマジで端前プリンを警戒ですねって感じ。あともうこの辺からもジャイにボコされます。もうしょっぱなでロケット打って、メガゴにロケット打ってジャイミニペマスク来て多分死にましたね。でジャイ3死にゴレニみたいな感じで負けて、今まあちょいと埋まってるところですね。ということで一戦いきたいなと思います。ね、なんだろうな、クロス迫撃も言うてなんですよね。なんで、絶対的な相性っていうのはバルーンにもいい、普通のバルーンラバルには普通に死んで、いい試合です。五分五分で、普通のなんか最近入れるバルフリとかには相性いいです。で何がしんどいなんならな、スケラとその普通のバルーンに対しては絶対勝ちたいですね。それ以外はもうマジで頑張るしかないです。でこのデッキは僕が作ったとかではなくて、普通に僕はこのデッキに負けたんで、このデッキをパクりましたね。なんで僕が作成者ではないので、僕はただこれを使ってるだけなので、大体多分これは迫撃かなですね。これポイズン欲しいな。これでディガー奥に飛ばして本当はポイズンを回したいんですけど、よいしょ、やばい待って、これはしょうがない。テスラがターゲット取っていない。でディガーをですね、奥に飛ばせば迫撃がタワーの裏にディガーを飛ばせば迫撃がそっちをターゲット取るので、その間にポイズンかけて、迫撃を壊しつつディガーで削るが理想ですね。ここはちょいとダメージ受けたんですけど、ここからですね、ここに手前じゃなくてこの奥に出してポイズンをかけてあげると、もう読まれてますね。これ読まれてますね。でここでこれちょっとトルネードが多分早いんですよね、ワンテンポなんで。危ない、ギリギリ一発入らなかった。よかった。いやー、言うてそうなんです。迫撃に対してもしんどいんですよね。なんで今度は同じことをしても防衛されるんで、今度は違う立ち回りをしないといけないんですよね。なんで一回テスラを端前ここで止めるですかね。一回同じことしてたら読めるんで、よいしょ。で多分なるほどね。でもここは美味しいかな。でバルキリー出して一応ターゲット取って、よしここはでもこれをコウモリで防衛されるんですよね。これがしんどいで、今ここで相手はギャングかエリゴブしかないんで、ディガープラスのポイズンが刺さる。よいしょ、やばい、それやばい、このエリゴブ痛い。でやばい、待ってちょっと待って、これ一発入るんよね、うんですけど、まだ参ります、からのここにポイズン、あーうまい、うまい、待って、これはダメ、ダメージ入れたらダメなんで一回吸い寄せて、ちょ待って、なんでこんなダメージ受け取る、まだ参ります。相手はウッドザップだと思うんで、よいしょ、相手うまくね、いや、まだ参ります、参る、オッケーオッケーオッケー。でこれはロケットディカポイで全然あります、あります、多分そうなんです、うまい人ここで攻めてくださいね。あ、やばいでこれは迫撃奥にあっちにターゲット取って、やばいガゴーいやー、まあそういうこともあります。なんで結構どの相手にもまあしんどいんですよね、本当に。なんでこのデッキでトロ上がってる人って、いやもうなんか害悪みたいなみんな思うかもしれないんですけど、僕はこのデッキをまあ使ってるっていうのもありますけど、使ってるからといってもうバカにしないでほしいです、このデッキ。本当に使い方むずいですもん。だって4スペルとテスラですよ。だってもうカード回んないですもん、普通に。なんでまあこのデッキを使ってるからといって本当にバカにしないでほしいです。はい、ということでです、まあ、このデッキをよくでもほんま使ってほしいですね。日本人で結構多分こういうデッキを使ってる人ってあんまりいないと思うので、まあ、よければというか本当にぜひ使ってみてください。はい。ということで今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。